名寄市役所です。まあ北海道から昨日1日かけてやってきて、ちょっと疲れたところもあったんですけど、今日、公式練習で氷に乗ってみて、いろいろ課題とかもあったので、それを明日に向けて調整したいと思います。今清水の寛也君が札幌学院大学なので、ちょっと離れているので、名寄地元では小川達也、小川智也、吉川、滝ヶ平の4人でいつも練習しているような状況です。そうですね、とにかく練習時間を確保して、それぞれが練習できるような時間を作ってなるべく練習したっていう形です。そうですね、ソフトウェイトの、絶妙なショットを、見ていただければと思います。予選、5勝を目指し、予選突破、昨年の名寄協会の成績を越すために頑張っていきます。以上です。うざっ。